新版、パーソナリティの富田恵です。地球の裏側、ブラジルとペルーに行ってまいりました。沖縄からですとね、丸1日以上かかるんですよね。24時間以上かけてたどり着いた地球の裏側、びっくりしました。いろんなことにびっくりしたんですけど、何に一番びっくりしたかって、丸1日かけて行ったのにそこに沖縄があったということなんですよね。沖縄でありでも沖縄でない、なんかちょっとパラレルワールドの沖縄のような沖縄、お土産話はめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたします。沖縄羅針盤、5時までお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は東アジア共同体研究所琉球沖縄センター所長の緒方修さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。緒方さんは1947年生まれ、熊本県のご出身です。在京ラジオ局の文化放送の番組プロデューサーを務めた後、沖縄大学の教授に転身、ご専門はメディア論です。現在は民間のシンクタンク、東アジア共同体研究所琉球沖縄センターの所長を務めています。この研究所は元総理の鳩山由紀夫さんが設立したシンクタンクです。琉球沖縄センターが開設されて4年、その活動について伺っています。それではどうぞ。コーラルラウンジに緒方さん来てもらいましたけども、はい、僕はお久しぶりですね。メディア研究においては、はい、緒方クラスだと思ってて、緒方の弟子だと思ってるんですが、ありがとうございます。はい、その大先輩が今どんな活動をしているかが、はいはい、もうあのね、向こうでもこっちでもこれ緒方さんが思い立ったら吉日というのが、そういうこと、その将軍ですよね。で、うん、そうしないと物事まで進まないと思ってるわけ。フォロー、後輩としてはね、フォローできないんですよ。今日アメリカにいるぞと、今日はヨーロッパにいるぞと、今日アジア回ってるぞと。まあそんなに頻繁じゃないですけど。いや、先月はまたまた、8月のね、ハワイにもおられましたね。8月の22日に、まあ、ミネアポリスってところもね、うん、これなんとね、スーパーマンの生まれ故郷ですって。そんなものは分かりませんですけど、うん、でもう一つセントポールというのがあってね、うん、ツインシティという、そこでベテランズ・フォー・ピースというね、退役軍人会、うん、これ退役軍人会というのはなかなかね、アメリカじゃね、力持ってるんですよ、権威ありますよ、うん、でも現役の政治家たちがみんな入って聞く、そう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 、そういうこと、そんな感じですよね。そういうことです。だからやっぱり英雄ですからね、うん、国のために戦った英雄で、元大佐で外交官とかいう人たちもいますので、それが何、この沖縄で君たちはまだそんなことやってんの、うん、っていうふうなことをですね、決議して出す。で、具体的な決議としては、アメリカの会計監査員が、うん、会計検査員がですね、辺野古みたいな軟弱地盤で活断層が通っているところにこの土地作っていいのかと、うん、これちょっとあなた方ちょっと検証しなさいって言って、会計検査員にこれを申し込むと、こういうようなのが全会一致で通ったんですね。そこの場所は飛行場に合わないぞということを、そういうことです。だから作っちゃいかんと、そういうことのね、入れ知恵しに行ってきたわけですね。入れ知恵っていうかね、そういうことでもって会計検査員が指導するその義務があるので、そのアメリカの税金無駄遣いしないように、でそこをちゃんとやりなさいということで全会一致でめでたく通ったと。でみんなね、アメリカの軍人っていうのはね、沖縄に来たことある人がほとんどだから、うん、沖縄沖縄ってまず一番最初の沖縄が来るわけ、うん、でなんか2番目3番目4番目ぐらいにジャパンと来るわけね、うん、だからあれ、それからもう一つ非常に印象的だったのはね、その年亡くなった、その年1年間亡くなった、まあ、仲間をこうプレゼンテーっつってこう追悼するのがずっと何十人もいて、その最後あたりにね、たけしをなんかプレゼンテーっつってね、みんな言ったのよ。
どういうことですか。いやだから大永武も我らが同志であるというふうなことで、うん、まあ向こうが認めたんでしょうね。ああすごいですよ、これ感動しますよ。ちょっと待ってください、その組織というのは、うん、軍人の組織でその OB たちの組織でしょ。そういうことです、うん、だからもちろん巡回もいますけど、うん、それはまあ、沖縄側の働きかけたら非常に、うん、まあ、良かったと思いますね。ダグラス・ラミスさんという元海兵隊の人が、なんだこれは何してんの、こういうとこ作っちゃダメでしょって、まず辺野古に結構絞ったような形でいろいろこうやってきてね、うん、でそれがことごとく全部もう今まで全会一致で取ってるわけ、うん、でもうみんな知ってるわけですよ、沖縄のことは。またこれは日本政府もアメリカ政府もひどいことやってんだっていうことで、いかんとこれはいうことで決議をしてくれたわけね。大きな力になると思うんですよ、これは。米国の軍人 の、 ベテランズ、うん、そう、なんかそんな名称でしたよね、うん、そうそう、 VFP っていうのね、うん、そこに働きかけてるものが辺野古問題を、うんうん、それはデニー知事も知ってると。もちろん知ってます。コメントもすぐ、当選した直後にそんな僕ちょっと見ましたけどね、まあ、今回 の、 その知事選挙で の、 その民意の意識というのはね、どうやってこれアメリカに伝えるかということが大変問われてくる、大事なことになってくる。多分知事もそのことでしょう。そのニューヨーク事務所もワシントン事務所もある。そこを通じてアメリカという、まあ、政府世論にどう働きかけていくかということになると思うんですが、実は、ね、ちょっとこれ少しやや丸日なんですけどね、うちのスタッフにニューヨークタイムズのストリンガーつってその記事を送る人いるんです。どういうことですか、はい、だからこちらで書いてすぐニューヨークタイムズに送るわけ。沖縄っていうか東京にいますけど、はい、若手でね、うん、英語ペラペラののがいてこのままずっと張り付いてましたけど、それが書いて送るわけ、うん、そうするとそれが、まあ、少しデスクがこう削るかもしれないから、それが乗るというね、うん、そういう非常にアメリカの世論に一番訴えやすいスタッフがここにもいるって、ここっていうかこの共同体の中にもねいるって、こういう話。それ言っていいんですか。うん、まあ、まあ、いいでしょう。だからいやそういうことをやろうと、うん、沖縄の知事がそういう意思があるんだったら、うん、はいはいはい、そういうサポートすることの機能がサポートしましょうとあるよというのが、そういうことです、でどんどんこれ やらなくちゃいけないと思ってますね、うん、でやっぱりこの要するに沖縄の問題っていうのはね、僕もしょっちゅう言ってるんだけどね、もう県外とかね国外に訴えない限りね、ここの中でやっても煮詰まってしまうから、でだから僕はもうどんどんいろんな今回韓国にも行きますけれども、でね、そういうことをやろうと思ってるわけ、はい、東アジア共同体研究所、うん、琉球沖縄センターは、うん、これ2014年のスタートでしたね。そうです、小永さんが当選するちょっと前よね、うんうん、で4年経って、はい、この間ある報告会をご一緒させてもらって、福建と韓国と、うんうん、これ事務所の連携ができてきてると。そうですそうです、うん、でそれを連携を、うん、まあ、作って、まあ、交流をして、それでまあ、情報の交流、人の交流、文化の交流というのにどんどんつなげていこうと思ってるんですけどね。もちろん島田さんがさっき言ったワシントンとかね、それは北京とか、要するにその国の首都も大事ですけども、やっぱこの近い東アジア の我々の沖縄から見て一番近い、例えば、韓国の南の方、今度行くのは、全羅北道というところのウソク大学というところですけども、そこに東アジア平和研究所ができるので、その所長がぜひ来てくれっていうんで、辺野古は今写真集写真展というのをこの記念公演としてやるわけですよね。あさってから韓国行くというのはそのことですか。そういうことです、はい、それと、うん、が韓国、韓国、それで福州は、これ皆さん福州には、琉球館というのはね昔からあったと、まあ、要するに琉球の大使館みたいなものがね、いまだにあります、細々と、うん、これは、はい、王国時代からあったものがあります、はいはい、時代を変えて、これはね、うん、太田憲政時代だったと思いますね、うん、そうです、そうです、もう一回再開しようと事務所があって、はい、福建省と沖縄県の間で共同で、うん、そうそう、サミットまでやりました、はいはいはい、でそこが残念ながら今ですね、まあ、細々と続いてるだけと、うん、ところが向こうの福建省のやっぱり人民委員の人がですね、これをぜひ大きくやりたいということで、まあ、琉球会館という名前にして、しかもなんと20階建てぐらいのビルが2つあって、その真ん中に6階建てぐらいのビルがあるんですけども、その上にですね
首里城を作ると、うん、それで、その建物自体6階ぐらい、6階の全フロアをですね、その、まあ、東アジア共同体研究所の復習センターにしてくれるという大変ありがたいお話なんです。でこれが一番、まあ、大掛かりかなと思いますけど、ですから来年ですね、早々に、まあ、30人か40人規模で、沖縄からそれの、まあ、落成式っていうかな、そこにぜひ行きたいなと思ってますけどね。来年いつ頃になりそうですか。で1月には行きたいなと思ってるんですけどね。ですからもうほとんど建物なんかできてます。経済で言いますとね、うん、その25年前に復習市と、まあ、沖縄との交流がまあ再開というか本格化した時に、はいはいはい、まだ経済格差ありましてね、はいはい、なかなか経済的なもの、ね、これでね、いや四半世紀経ってやっぱりこれ平行経済になってきて、うん、人の行き来もそれからもう貿易もこれは、ね、なってきてこれからなんですよ、うん、だからその例えば中国の一帯一路っていうのが、うん、まさしく福建省の福州とかアムイとかね、その辺が言ってみればスタート東の端っこになってると、うんいうことで、まあ、沖縄県 の、 こうそのいろんなアジア戦略もそこにやっぱり目をつけて、そこに例えばそのレンタカーとかいうのがもうこちら1年か2年でも全部廃棄処分してもったいないから全部ここに持ってって中央アジアに売ろうかとかですね、うん、そんな話もいろいろ見たことありますね。だからそういう意味では福建省っていうのはみんな知らないんですが、台湾の向こう側ですから。で台湾も実はいろいろつながりがありましてですね、やっぱり沖縄の場合は台湾が一番外国としては近い外国ですから、そこと結びたいと。だから繰り返しになります、この琉球からまず西へ行って台湾、うん、台湾のちょっと向こうの福州、うん、それから北へ上がって北東になりますけど、韓国の、うんまあ、南の方というのはぜひつないでやりつつ、そのうちまたどっか出てくるでしょう、いろんなところがね、そういうようにつなげていきたいなと思ってるんです。それの要石に沖縄の那覇事務所がなるか、琉球なるか大変ですよ。だからこれ、ね、そんな人がいるわけでもないしね、まあ、鳩山財団、資金は潤沢ですね。まあ、鳩山さんはまあ、使い切れないほどあるでしょう。まあ、ただそれみんな使えるわけでもないので、そうですか。しかし構造という時は国際会議とかね、うん、それは早速来年あたりには開きたいなと、今の中国韓国の皆さんをお招きして、実はねそれこの前来たんですよ、一帯一路のメンバーが初めて、うんうんうん、沖縄に30人ぐらい、大陸からで、これはね、なんとね、法律事務所、世界で一番大きな法律事務所があってですね、そこの副 CEO が来て、団長で、それで元の政治協商会議のやっぱ偉いさんとか来て、みんな喜んで帰りましたけどね。で、そういうのあんまり、それほどまだ、これから種まきの状態ですからね、だんだん育っていくと思ってますけどね。沖縄を見たんですね。沖縄を見て、あそこの水族館とか見てね、うん、感動して帰りましたよ。それでもうぬちまわしとか山ほど買って帰りました、うん、それは欲しくなるでしょうね、うん、だからね、このどこまで欲しくなるかが心配な話ですけどねそれなんでこれ北京で売ってないんだとか言ってね、それで、まあ、ヌチマスの例だけやりますと、じゃあそのアイスクリームなんてのはちょうどいいなと、ここでやろうじゃないかって言ってね、じゃあ牧場があるといいですね、またたちまち、じゃあとりあえず神戸でやろうかとかですね、そういうのが今進行中ですね。でその後で香港深セン、それから、まあ、大陸という具合に伸ばしていくと思いますよ。鳩山由紀夫さんが総理大臣になった時に、うん、国連で演説したのは、うんまあ、記憶に残ってしまってるんですけど、ね、私は、うんうんうん、ただ東アジアを、はいはいはい、平和の海にするんだということを、鳩山さんがやりたいのはそういうことのための、そういうことです。だからね、研究所にしてあるわけですか。そうです。ですから宇宙人だからね、何言ってんだかわからないっていうようなのが今はあるかもしれないけど、うん、それ見ろと、あと1年か2年したらまただん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 こういうネットワークが広がってきてね、まあ僕予測じゃないですけど、5年後には
なんかあれが言ってたの正しいんじゃないかと、あの琉球沖縄センターっていうのは何してるか分かんなかったけど、なんか随分これは、うん、あのセンターのおかげでいろんなことが交流が進んでるなっていうのはね、あの振り返ってみればそうなるんじゃないかという気がしてます。なんかワシントンはあのトランプさんという人が何するか分かんないことが起きてしまってるしとそういうことですよ。あれで2期目まで行ったらそれは何起きるか分かりませんよね。はいはい、そういうことか、うん、あの尾形さんは、うん、復帰後沖縄との関わりは、うん、復帰直後に足を踏み入れて、そういうことです。で仕事で来るようになって、うん、そして90年代にもあの移住してきて、そう99年にね大学の先生、沖縄大学の教授になったというところですが、うんうんうん、さあ沖縄どこまでやりますか。いや、あの僕は、ま、あの今ほら人生100年時代とか言うから、うん、100年までは働きたくないけども、うん、まあ周り見ててもね90ぐらいでピンピンしてますのでね。今おいくつになりました72です。もう大変よ、還暦からさらに一回りだからね。それでも世界中これだけ飛び回ってると。でも腰が痛かったりとかね、ミネアポリスなんか11時間もかかるからね、腰が痛い。まあでも大丈夫ですよ。あの、うん、エネルギー源は何ですか、源は。好奇心かな、やっぱりね。なるべく休んでいたいんだけど、面白いことがあったら行ってしまうというね、それはありますね。思い立ったら吉日。そういうことの、思い立ったら吉日で、ね、よく笑われてましたよ。あの放送局自体って大体思い立ったら吉日じゃないとね、なんか模様眺めで何かあったら行こうかって言ったらもう遅いわけね。もう煙がちょっと上がったか上がらないぐらいで現場に行かないと、これがどんな火事になるかわからないわけでしょ。そういう意味じゃさっと行かないといかないわけ。あさっては韓国に出発ですね、はい、行ってらっしゃってください、はい、またお待ちしてます。尾形先生のお話を伺っていると、世界中の街の名前がポンポンポーンとこうね気持ちよく飛び出してくるんですけれども、ダイナミックな活動をなさっています。本当にあのフットワークの軽さと、そしてあのね人懐っこい笑顔で、あのなんか誰とでもお友達になるという感じなんですが、私実はですね先日ハワイに行った時にあのとある場所でポッと隣に座ったのが尾形さんだったんですよね。本当にびっくりしました。あのお昼ご飯を食べようと思って、座ったらですね、ここ空いてますかって声かけたら尾形さんだったので、あ、まあ、あのうちなんちが多く集まる場所ではありましたけれども、あ、なるほど。でその時もどこか外国からの帰りということで、その後またどちらかにお出かけになるということで、世界中を飛び回って活躍していらっしゃいます。島田さんはお話を終えて、尾形さんは私の先輩そして師匠にあたる方です。現在72歳、大学を定年退職してますますエネルギッシュ、マスコミ人としてのキャリア、そして大学教授としてのキャリア、それを融合させてのこれからの活動に注目していきたいと思います。今週のコーラルラウンジは東アジア共同体研究所琉球沖縄センター所長の尾形治さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。ブラジルとペルーの旅のお土産話、今日はブラジル編です。来年舞台の公演を目指していまして、そのリサーチのためにお邪魔をしたんですが、ブラジルサンパウロの町にあります沖縄県人会、島袋英樹会長をはじめ県人会の皆さんに大変お世話になりました。皆さんですね、流暢な内縄口もペラペラですし、日本語もペラペラですし、もちろんポルトガル語もペラペラという、大体皆さんバイリンガルか、まあ3カ国語4カ国語喋れる方も結構いらっしゃいましたね。今回の旅でとても印象的だったのが、あの現地のまああの1世2世3世の皆さん、大変あの強い使命感を持って沖縄の文化を伝えていこうという使命感を持ってこれまで活動されてこられたという印象なんですが、そこから引き継ぐ4世5世の皆さんがですね、とてもなんか自然体でというか、まあ、自分たちの血が流れているこのウチナンチュというこの文化をですね、しっかりと次の世代で伝えていこうという何か誇りのようなものと、それからあの現代のまあ、あのうちなとつながろうみたいな、そういうあの活動をされていました。これまでは例えば県人会の活動なんかもあの年配の皆さんが一生懸命ということがあったみたいなんですけれども、今はですね若いメンバーが
先輩たち、私たちが、僕たちが頑張りますよということで積極的に動いて、またですね、ルネッサンスのような感じで活動が活発になっているということです。とっても頼もしいなというふうに思いました。若い世代の交流会もちょっと見せてもらったりとか、それから現地の、琉球芸能の皆さんのちょっとリハーサル風景なんかも覗かせてもらったんですけれども、ここは沖縄かと思うぐらい、大変素晴らしい濃厚な琉球芸能も堪能することができました。ぜひ現地の皆さんと交流をしながら、私たちも沖縄から、届けたいなというふうに思っております。来週はペルー編をお届けしたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。それから沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。